まずは水槽の両側に金網を入れ、その間で電磁波を発生させる。こんな周囲の視線も気にせず準備は完了。まずはイカで実験。電磁波を流すと一体何が起こるのか。うん？よく見るとイカの目の上が発光し始めたではないか。さらに体の色も変化し始めた。電磁波に反応してかなり興奮しているようだ。実験前と比べると明らかに体の色が変化しているのが分かる。